そうですね、子どもの頃を思い出すと最初から別に金メダルを目指しているわけではなかったので、もう負けることもたくさんあればその繰り返しだったので、繰り返しでした。でも ある時から世界大会で金メダルを取るという目標ができて、それに向けて結果的に金メダルを取れたことは嬉しく思います。目指してたものは金メダルだったんですけども、その金メダル以上に嬉しかったのが、やはりその決まった瞬間、勝って決まった瞬間に会場がスタンディングオベーションしてくださって、その時に私自身すごい鳥肌が立って、金メダルと同時にそれ以上のもの、感動を感じました。あ、びっくりしました。私自身も初めてだったので、その時点ではびっくりして、試合中だったのでどうしてなったかはちょっと自分自身も肩に集中していたので分からなかったんですけども、終わって礼をしてその元の位置に帰るときに、そういう、見てはいないですけど直接そういう感覚が感じ的に感じたので、スタンディングオベーションしてくださって、とりあえずびっくりしましたね。初めてのことだ。やはり勝つためです。自分の中の最高難易度の高い方をその決勝に残せるってことは、でもすごいことで、2010年 その初めて世界大会出た時に一回準決勝でチャタンヤラクン3区をして負けてるんですよ。一番そうですね、一番、私の中ではその技術的にも難しいし、とりあえず長い方なのでとても難しいし、練習量が必要になる方です。技術的にももちろん大切なんですけども、その力強さの面であったり、力強さだけではダメで、その技術的にないと力でいってしまったら力が抜けない部分、途中がうまく技がつなげられないので、やっぱり技術的な部分もとても大事になります。オリンピックに選ばれた時にはもう指導者としてやろうと考えていて、やっぱり空手がオリンピックに選ばれた時は嬉しかったんですけども、その時には何か空手のオリンピックに携わりたいっていう気持ちの方が大きかったですね。もちろん選手ではないですけども、選手以上に練習しないといけないという気持ちはありました。やはりその自分の中でその時一番目指してた世界大会、パリの世界大会で金メダル取れたっていうことが一番の目標でもあったし、そのやはりその時の感じた、あの時の感覚っていうのは一番、自分の中で一番だと思ってるので、その時はそれ以上はないなと思ったからです。今は今回のように空手アンバサダーとしての、活動、空手の普及をしたりとか、あとは空手 の選手の指導を行っています。もともと教えるというよりも自分が体を動かすことの方が好きでしたので、もう少し勉強をして自分も見せて教えられる指導者として頑張っていきたいと思います。やはり一番大事なのは空手を大好きで楽しむっていう気持ちと、あとは自分自身に負けない努力が必要だと思います。そうですね、大会の時に特別な力は出るわけではなくて、その練習していることがそのまま大会に出ると思うので、やはり一番大事なのは
練習をどういう練習方法でするかが大事だと思います。肩はやはり大事なのは、周りに相手がいると想定しているということで、やはり目つけといって相手を見ている、そういうような気持ちで練習をしています。ありがとうございます。ありがとうございました。